決勝当選開封のギー当たったよあ、え、誰これって思ったら、あ福山とうとう、福山が、福山雅治が、ジャパネット来たねこれ多分あのシャツを絶対、起用したかったんだろうなでも、福山雅治が、ジャパネット、あ いやなんか感慨深いものがあるな本当に多分大変だったんだろうなギャラも高いと思うしでも福山雅治自体のあれだよねまあ結婚してもまあ安定の福山っていう,いもうこのなんかジャパネット高田のここ長崎の佐世保の会社なんで。 福山雅治を起用したいっていう、この、を目指してっていう、ずっと思ってた、これが叶ったっていうところがすごいなっていう。なんかもうこの会社が上場企業になって、この社長もものすごい、あれになってっていう、この、あれを考えるとすごいないやぁ。で、こう、福山雅治がこう、水を飲んでいる。多分これ、視力の商品なんだろうね。あぁ、いやーちょっとなんか、 あ高田この人もまたすごいんだよな、この高田。高田のあの、あの人、いいんじゃん。高田明あの社長。カメラ、高田カメラのあの社長が、すごい人なんだけど、この二代目もまたものすごい、あの、天才的な人なんで、これはすごいよ。いやー、でもこれ水を頼むかって言ったら、ちょっと、 あ結構水ビジネスで騙されてるからね、私は。あのー、震災とかの時にやっぱ水がやっぱり、あれも震災の前だったかな。なんか妊娠とかそういうのをなんかあの、し,したら、まず水の勧誘とか受けるからさ、いい水を飲まないとどうのとかさ、もうとにかく子供を健康になんかこう、 不安につけ込むさ、それなんか水ビジネスっていうのがあるんだよ。もう今はね、水物買いに行けるしね。うん、なんかこう、世界レベルで考えると、日本の水、水道水飲めるから別にって。で、神奈川県は、東京の水に比べて、まあまあ飲めるんですよ、ちゃんと。神奈川県の水道水意外と飲める。あの、東京は、そのマンションの、 水道水とか、ビルの水道水とかだと、やっぱちょっと、古いビルだとちょっと、匂いが臭かったりとかする。うん。あと、愛知の水は、匂いとかは味とかの違いまでは、そこまですっごいエグいもの感じないんだけど、ただ、動物とかのレベルからすると、もう亀が死んだんでね、亀ちゃんが死んじゃったんでね、名古屋連れてったら、あの、 水が変わっただけで、でも一応水もさ、ちゃんと、あのー、なんかこう水、その亀に、のに適する水にするために一日こう日光にさらしておいて、で、なんかこういつものなんかの駅栄養のなんかをちッチッて垂らしてみたいなやっても、即死んじゃったから、もうあれ以来名古屋はもう絶対水は飲まねえみたいな。あ、もう絶対死んじゃうんだなぐらいな。 まあでも沸かせばなんとかね、なるかな水のさ、あれの時は、もうなんか、子供に対して、とかだったら、もう分かんないから、で、うちは母乳で育てたから、私が食べるもの、私が飲むものが、全部子供の、とかってあ、ね、なってくると、やっぱもう、って思って水、あの、 すっごい高いクソ高い水サーバーとかででこうでっかいサーバーはちょっとあれするのが大変だからこうなんかさ、うん、怪しい水をね買わされたら1本600円ぐらいするんだ二2リットルもしない1.5リットルぐらいでペットボトルの形状がすごいかっこいいからいやこれはって思ってなんか外に持ってってそれを飲んでたら なんかそれって霊感商法的なところのあの有名なあそこのって言われて気が付いたそこからやめてやめる時もものすごいなんかあのいや水この水であのなんかなんだなんかさあの味噌汁とか作ったら いいのよとか、味がとか、でもさ、1.5リットル600円の水でさ、なんだよって、あとだけね、すごいなんか、あの、その、なんだろ、なんだなんか、チケットとかさ、いっぱいも20万分とかぐらいのチケットとか持ってたんだけど、もう縁を断ち切るために、なんかもう、あれだよもうえ。もうい、いや 全部もうもう。だって自分がさ、縁切りたい時ってさ、そのもう100万レベルだったらやっぱちょっと諦められないところはあるかもしれないけど、エステとかも無限エステで、 来るから、もう終わりそうになると次のコースとかやってくるから、そういうなんかこう、アコギな、ちょっとなんか霊感的なエステもそうだし、生態みたいなとこもそうだし、なんかこう、健康ビジネスみたいなところは、本当にコース組まされるから、20万ぐらいだったら、もうそれで縁切れるんだったら、もういいや、みたいな感じで、もう、いい勉強になったわ、みたいな感じで、それで、 20万分ぐらいのストックはあったけど、なんか預かり金みたいなのがあって、なんかの機会受けられる、あれがあったんだけど、権利があったんだけど、もう,もう脱走。エステもそれで脱走。結構その勧誘が、次の勧誘がきついっていう。今はね、割と不景気になってきたんで、エステとかも、 通い放題とかそういうのなくなってきたよね。あれね、絶対騙されたらダメだよ。通い放題なんて言って、無限に暇人でも、あ、その日はダメです。その日はダメです。じゃあ、いい日を言ってくださいぐらいな感じの無限暇人じゃないと、あのー、本当に、なんか、通い放題脱毛とか、通い放題永久脱毛かなんかで納得いくこと、結果なんか出ないから、あのー、 期限が無限とか言っても必ず予定が入ってますとかで、ね、だんだらかんだれ言って目先のお金設備代を回収するっていうねそういうのがねあれなんだよねだまされないよねなんかね若い子とかは脱毛すごいなんかの反応してくれて私の脱毛期のやつとかエステの体験とかねああいうのとかがすごいなんかの参考になるみたいな感じだったので うんなんかね、大人のそのアコギな、この、なんていうのかな、若い子をちょっと綺麗になりたいとかって思うさ、エステとか脱毛とか、そういうのなんか大人のさ、本当になんかビジネスって捉えてるやつにこう、捕まると、マーチにかもられるから、え、怖いですっていう話。なんか目先の美味しいことには、必ず裏がある、大人の事情があるってことを、ぜひ。 そしてですね、本日、検証当選会の時、これ郵便で届いた。で、あの、福山正春だからちょっと中見ちゃったっていうだけなんだけど、もう水とか私はもう、粉のにお金を使わないで、はっきり言ってお金なんか今かけなくても、もう、いつでもかけるときはかける。 なきゃいけない時は来るから、子供が今チャンスだみたいな時になった時に、あの、いつでもお金出せるような体質を作っとかないと、今日とかもさ、ヤフーとかのニュースとかで、やっぱり、あの、格差が出るわけよ、この夏休みっていうのは、あの、母子家庭とか貧困世帯からすると、このね、夏に子供が家にいる一食、 こう、昼間のご飯のために、手間とお金といろいろ大変なわけよ。うちわワたミの宅食を頼みましたけど、子供割とかでね、一食500円とか言って、まあご飯を自分で炊いて500円なんだけど、それ、母子で食べれば1000円ですよ。1000円なんて言ったら、基本的に、ね、<laughs> 一日の食費だから。それでワカミの宅食で、安いわあ、手間がかからなくてってやってる方、 家は、まあ、全然幸せですよ。子供、あのー、1日500円で子供の休みが、まあ、大体35日とか40日とか言われるわけだから、それ40日分500円で、まあ、2万円とかの出費になるわけでしょで、給料は別に夏、休んだらお金がもらえない仕事の人とかだってあるわけだから、パート、アルバイト、えー、とか、 あとはその、日給月給の仕事とかの人とかだったら、子供がいて仕事ができないとか、テレワークだっても子供がいるから集中できないとかね100、100%のパフォーマンスできないとかっていう、こう大変なんですよ。本当に。子供はね、産むことよりも、産むまではお腹の中に入ってるから、まあそれはお腹の中でブーってこうやって動いたりとかするけど、生まれてからは大変。マジに大変。ずっと大変。 なんと横から行政のクソがなんか重なってこようとするところの危険もあったりとかするんで、今、あの、私が社会問題として、やっぱもう文句言われようが、あのクソババアに何と言われようが、もうやっぱりね、自創の拉致問題っていうのは、やっぱりこれはもう、 声を上げていいいかななきゃいけない私だってもともと児童養護施設とかあとはその乳児院とかそういうところにあの寄付をしてた立場だったわけですよ。あのそういう子たちにななんかあのこうその音楽を知ってほしいなと思ったからその音響関係を寄付したりとか。 してたりとかあとジュースとかを寄付したりとかいろいろ自分の思うものを寄付したりとかしててそのうちあなんかこう寄付っていうのは全てにおいてお金の寄付が一番いいんだなっていうのがだんだん分かってきてその後の段階でなんかそう子供がお金になっているみたいな1人保護するといくらになるとかっていう団体の方と知り合ってで子供の。 あの、人権を守るとかさ、そういうさ、団体のことを知って、今に至るわけだよ。今のは、その、世界のちびのすけっていうアカウントのツイッターに至るわけですよ。もう子供をね、取られて、一回の面接、面談とかできず、子供の顔なんてね、毎日いりゃね、それはあんまり変わり変化わかんないですよ。でも、一年会わなかったら、子供ガラッと顔変わるし、子供っていうのはまだ成長段階なので、 その、なんていうのかな。まあ、一番ね、変わるのは、やっぱ生まれてから赤ちゃんの、あの、なんていうかな。まあ、ニューボーンって新生児から、一歳になるくらいまでも毎日ゴロゴロか変わる。そして、また幼稚園になるまでまた変わる。小学校に変わる。で、こう小学校も高学年からどんどん緩くなってくるけど、 たまに会う人が、大きくなったねっていう、そういう感じでどんどん変わっていくんだよ。まあ、パパも変わっていくけどね、お前老けたなとか、お前腹出たなとか、そういうのもあるかもしれないけど、やっぱり、あの、その、重要な一年を切り離してさ、分断させて、実はそこ、なんかさ、あの、国のお金癒着、最近やっと、なんかこう国が、 なんかこう、もう自民党なんて、に任せといたら、とりあえずもう、この、安泰じゃないのって考えてた頃のあれがもう間違ってんなっていうのがもうよくわかってきた。もう本当なんか政治家って汚ねえなってあ、政治家になれば、どんだけのお金がこう、楽して手に入って、ここであれでもう、プライドもね、保たれて、ああ、そういうことなんだっていうのが大人になってきてたらわかった。 子供がいるから子供を育ててる現役世代だからこそわかるなんかこのクソな社会がちょっとやっぱりちょっとなーっていう思う感じでございます。えー、まあね、子供はいるとうざい、はっきり言って、もう一日中いるとうざいけど、やっぱいなかったらいないで自分のなんかこう、あの、体の一部を捉えたような気分になって、その、ね、こう、 苦しんでる狭間の中でうまくなんかこう、さ、相談所って言うんだからさ、児童相談所なんて名前なんだからさ、こう、だから双方の歩み寄りでこう相談してくれるような施設だったらいいんだけど、全然違うんだもん。ただ、あの、なんか隔離して分断して金を、あの、国から、 行政から引っ張ってくる。予算を引っ張ってくるみたいな。そしてそれが公務員の、あのー、なんか収入に直結するみたいな。だって保護する子供がいなかったら児童相談所っていう組織いらないじゃないってなってくるわけだから、なんかね、あ,あ,こ,あこぎですよで。で、ちょっと継承当選開封抜きから、冒頭がちょっとね、あのー、ちょっと話が逸れましたけど、 検証当選開封の件、ここで、いや、当たったよ当たったよ検証が、綱島商店街連合会から来ました。ちびすけが書いたやつが当たったんだよ。いや、これね、カゴノヤで、毎回やってて、2回目のチャレンジャーなんだよ。私さ、もう、結構な頻度で、カゴノヤ行くんで、むっちゃ行くんですよ。あのー、 なんかね株主なんでほぼ食事代があの県でタダだからあの2人でうなぎを食べてくるんだけどなんかね年間どれくらいだろう結構な,、うん、なんか10万ぐらいの県持ってる10万ぐらい食べれるから1回5,000円ぐらいだとしても結構な頻度いけるんですよ。5000円とか1万円とかか万 なんか、うな重の、すごいでっかいビッグなうな重食べちゃった時はもうちょっと値段したけど、まあ一回5000円だとしても10万とかぐらい券持ってれば結構な頻度いけるんですよね。だから、年中こう、こう、砂島のカゴネアがやってるの分かってて、で、それのなんかハガキを書いて、あの、応募したやつで初めてあったって、あ、セカンドチャンス賞ね。ああ。 なるほど。えセカンドタチャンス賞。とご当選おめでとうございます。あって、これ、森、森、森かの、森かの頃。ほら、ま、日本、日本の漢字がわかんねえんだよ、このこの、森かの頃。せい、せい、せい、せいか、せいかの頃、頃。 ますますご清聴ご清聴は分かったお喜び申し上げます。日頃より綱島商店街をご利用いただき、誠にありがとうございます。この度は綱島サマーフェスタ2022を売り出し、ドドーンと綱島プレゼントにご応募いただき、 あ重ねてお礼申し上げます。たくさんの応募の中から厳正の結果、惜しくもご希望には添えませんでしたが、セカンドチャンス賞の綱島商店街特製綱ピチャンクをカードに当選されましたので、商品をお送りさせていただきます。これからも皆様に愛される商店街づくりに努めてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。 綱島連合会、はい。はい。ありがとうございます。綱島連合会のつなぴちゃん。まずこれ商店街系のやつとか、もう地味にね、当たったりとかするんで、これ一番良かったのが、中野ブロードウェイ商店街から、あの、ディズニーのチケットペアで当たったんだあれもなんかき、持ってるね、私は。なんか、あの、なんかね、えー、なんとかな、どっかの、 な,な,なんかの用事があって行って、で、待ち時間があった時に、綱島、えー、商店街のブロードウェイ商店街か、中のブラ、あ、違う中の、中のブロードウェイ商店街のところの入り口のところにね、山田電機が確かあったんだよ。もう本当に入り口のところで時間潰そうとか思って、あのー、スマホの充電工事機してる時に、なんかさ、 お,お兄ちゃんとは話が盛り上がっちゃってあのー、なんか最新機種を買うことになっちゃって, <laughs>、えーえー、ってもうそれで確かその時ねもうすでに iPhone が18とか18万ぐらいいっててでその中野とかの商店街だと普通にヤマダ電機来てなんかねドリンク置いてあるんだよ。 缶のドリンクみたいなやつととちょっとしたたスナック菓子みたいななんか多分そんな高くない100円もしないようななんか駄菓子屋で売ってるようなちっちゃい袋菓子みたいなやつ置いてあってそれをね飲み食いするだけに来る親父とかもいるんだよびっくりしてえってこれってなんかさ買わないとこういうの取ってもらったらダメっぽい感じいやいや中やなかなかそういうとこじゃないからと口って。 そうなんですかえ、この人って何も買ってないけど、おうん、なかなかそういう街だからとか言ってた。あ、じゃ、500円か。<laughs> でもこれ、これ何掃除してんのこの人。<laughs> 何これ、つナピちゃん、今日か。ああ、そう、食べ、セカンドチャンスショあざーす。 あざす、何にも聞こないよりもね。津田島連合商店街。ちょっとマジに勘弁してよ。<laughs> すごいワくしちゃったじゃん。え、すごい。なんで一1万円ぐらい当たったのって思ったら、セカンドチャンス。あ、はあ、はい、はいはいはい。はい、セカンドチャンスね。はいはいって思ったら、これだよ。<laughs> いや、さまじいって、そんなもんですよ。いやあとは、うんこれ。 あの、今回結構ちびすけが、あいつがちょっと活躍して、今回これ、なんかあの、なんか、投稿して、掲載されましたでいただいた、これ、もう、もう分かってるよ。どうせこれ、そんななんかすごい何万円とかもあ、でも,もう触った感じがペラペラだからさ、いや、<laughs> これ、開封、ね。まあこの何にもない時だから、この喜びでさ、 いける感じ。リピ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 リ。数。500円。ははは。まあね、そんなもんしちゃそんなもんしちゃそんなもんしちゃペラペラだったもん。うん、あでも、でも、でも、でもです。でもです。その1日1000円。バカにしちゃいけませんよ。1日1000円。当てるだけでも結構なね。あの、感じですよ。こなんなのだ。だって、カゴのやでうなぎ食ったときにやってて、その、 うなぎが来るまでの間に、はがき、あの、書くんですけど、か、書いて、で、私だったら書くの早いから、まあ、うなぎが来るまで4枚ぐらい書くか,なマサユキから、まさゆきからじゃあ、まさゆき、けいこ、みゆきとか言って、っってこれ、たかことって書いてさ、あの、やってる間に、ちびすけが、お前は書けっ,つって言って、あいつが、い、一筆一筆一生懸命書いて、あの、応募した、あいつの字のやつが当たりました。 はい、それであのハガキだったんでねこんなの当たったか分かんないけどって言って片栗子さんにもその応募ハガキをねあげたんだよだから「いやでも当たんねえよ、ね、こんなの」なて言ってでもそこの応募箱砂島の商店街の回収する応募箱に入れればあの切手代かかんないんだけど 切手を貼って応募するっていうあの手法もできるはがきみたいになってて住所と名前ただ書くだけあとし希望の商品書くだけのやつうんあのそれちょっと片栗粉さん当ってんのかなでもこれ郵便で届いてるから普通の料金別の郵便で届いてるので、えー、ちょっとあのー 岡山まではタイムラグがあるかもしれないんで、もう、あの、落が決定してるみたいでございますよ、っていう。で、これね、ちびすけも商品選ぶときに、あの、なんか、酒、酒、酒のセットと、あの、シャワーヘッドと、あとなんか、綱島商店街の商品券と、で3択ぐらいあった中で、シャワーヘッドいらないぞ。酒なんて一番いらねえよ。 あの、現実問題、この綱島商店街商品券、これが一番だよとかなんか言って、ブツブツ言いながら、あいつ現実主義だなって思った。子供ながらも、あ,あ現実主義だなって思った。で、なんかあの、この身を結んでるから、ちょっとあいつ帰ってきたら、お前当たったよ、これって。なんかあのー、何、何、鳥が掃除してるよって。いい鳥だな、これは、みたいな <laughs>。綱島。 な,なんでこれ,これなんだろうツナピちゃんってなんか掃除してんだようんであーサントリーサンボのこれの検証のハガキをね入手してこれさ応募した時になんか入れろってなっててさまあもうェブだめだなって思ったんだけどこれ、ね、要求されてるのが あの、t カードとか何カードとかじゃなくて、ベルクカード番号で、ですね。やっぱね、あの、応募の詳細の、あの、現物、はがきの現物を見て、あの、言わんとしていることを掴むっていうのもね、必要なんでね、やっぱりね、この応募の検証のハガキっていうのはね、やっぱ必要なんで、こういうのをね、アップされている方の、 なんか投稿はね、ぜひ、あの、見て、チェックして、でも、ウェブだとでちょっとわかり、わからない部分とかあったりとかするんで、ああこうか。いいんじゃないの。あでも、二重応募とか三重応募とかきつかったりとかすっかあとね、この主催者が同じ郵便局のところだと、いくらウェブ応募で、 あの、何個も何個も重ねて、4個5個。ま、ツアーものになると10個ぐらい重ねて、2、三0 0 0のレシートで、まあ、2000円超えのやつとかもう10個ぐらい重ねて、あウェブ応募で応募する人っているんだけど、でもし、ウェブ応募って、主催がここ同じところだったら、その、発送代行、キャンペーン事務局が同じだったら、1個どれかだったら全部弾かれるっていうのをね、あのー、 おっしゃってる方がいらっしゃって、まあ、それもどうなのかっていうのが、あの、キャンペーン事務局の方の発言だったら、それは絶対そうなんでしょうっていうことがあるし、キャンペーン事務局自体も、あと、検証の、その、なんか、この、主催の考えとかで、キャンペーン事務局って動くから、 その、ま、サントリーは、その、一個当たったらもうダメです、かもしれないけど、どこどこは、ああ、何個でも、当たれば当たったってことで当たりますよって。伊藤園なんかね、結構ね、複数で何個も当たったりとかしてるんで、当たりは当たりですっていう、あの、趣旨で来るところと、もう、お一人様、あお人、家族様は人住所一個までですって、か、かくってしてるところと、あるんですよ。 だから、一番いいのは、複数の住所、複数の拠点で応募すれば、その分当選率は上がるんですよ。確かに。確かに同じ住所で同じ電話番号を弾くっていうことをやっている企業の方が多いので、できれば拠点を持ってた方がいいんですよ。だから家族、あの、自分の、一番利用、一番、あの、なんか、 信用があって、協力をしてくれるのは、大体自分の実の親。あ実はお母さんと仲いい人なんかは、自分の実の親、実家に、あまあでも実家がね、遠かったら、協力関係もクソも下手くれもないんだけどね。だって当選品の回収ができないわけだから、あの、実家が近かったら、まあ、買い物のつちょっと、ね、私当たる荷物で来たら、みたいな感じでさ、あの、 実家があれですよ友達とかになってくるとやっぱりさこ物品物がかかってくるんでいやずっと応募してるんだけど「いや来てないよ」って薄いっこいてんのかもしれないとかそういうのなんかちょっと薄らさモヤモヤしたりトラブルになったりとかするのでまあできれば実の親あの実家で。あと次は兄弟 の中でも姉妹と言われる妹とかお姉ちゃんとか、その関係で、住所を、おっ、とかって言って、まあこれも近所とかね、ちょっと、あの、回収とかできないんでね。で、当たったから半分あげるよ、みたいな感じでやれば、まあ、姉妹はそういう感じだと思う。親はもう、 無償で別に何くれなきゃどうのとかっていうことはなく親はもう無償でだ、自分がいたい家だったんだから、そこ自分の荷物が検証で応募してて、来ても渡してくれるじゃん。でも姉妹だったら半分ぐらいなんかあげるよとか、なんかこう、メリットがなかったら多分協力してくれないと思う。友達はドロドロになって、も、も,もやもやするし、大体女同士はね、大体物とかお金とか絡むと、絶対、絶対、 <laughs> どんなにニコ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 してたとしても、絶対陰でね、日々、日々やるから、マジに。そんなのね、もう本当に多いから、あそういうことは最初からやらない方がいいです。金の貸し借りとか、えそういうなんかね、ああいうのはやめた方がいいです。まあ、後からまくられる本当に。ガシなんか27年間我慢して、であのもう死ぬか生きるかで、あのもう爆発してね、 もうだってもう死ぬか死ぬか生きるかの賭けで暴露したぐらい。でも27年ずっと黙ってた人なんだからすごいなと思うよ。口狂いやつなんてもうペラ,ペラ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 もするからさ。で、二十何年もこう、何も言わないでじっと、その、ねえ。 一緒,一緒にやってっていうかなんかこう、できたから多分あれだけの信用があって。あの芸能人の方に信用されるっていうのはなかなかね、すごいことだと思うよ。あれはあの人はあの人で、やっぱりやってきたことの成果で、あれなんだなって思う。う今や,やってることなんか <laughs>、いいとか悪いとか抜きにしてね。で、やっぱりね、年の子があるんで、50代の人なんで、 やっぱ大人だよ発言の一つ一つが重いしああーって思うことが多い、うん、あのまあ独身で子供もいないんでもうチャラいっちゃチャラいんだけどでもやっぱしっかりしてる分かってるあの大人の世界を本当にあすごいなって思うで言葉もあのやっぱりんかこう若い人がなんかこう思いつきでペラッとってしゃべるのと。 人生経験をこう積んできてるのと違うなって思う。やっぱりね、50とか超えてくると、全然なんか YouTube とかやってたとしても、30代の兄ちゃんよりも全然人生経験があるので、あ参考になるなっていう感じ。 ひろゆきは、あれ、あの人は40代なんだけど、ちょいちょい、ちょいちょい、なんかの、ガセが入っている。ああ、それ違うよ、とか。あの、専門分野じゃないところの方は、もっともみたいな感じで言ってるんで、なんか、あ、そうなんだって思うけど、あの人の言うことを全部、あの、そうだって思って覚えちゃうと、ちょいちょい間違ったこと言ってるんで、なんか、うん。 あれ、鵜呑みにしちゃダメだよって、教科書みたいな感じにしちゃダメだよっていうのをう。間違いが多いなーって、ちょっとちょいちょい思う。参考になる,なるなーって思うんだけど、なんか幅広くいろんなことに言及してる分、なんか間違いがちょいちょい目立ってきてるかなって。だったらね、堀江門の言ってることの方が、 原稿もなくてさ何を読んでる感じじゃなくて頭の中であれだけのうんちくが言えるっていうのはすごいなって思ったあとすごい人は林先生とか <laughs> うんちくとかすごい,すごいなって思ったうんやっぱり年の子とかもあんだなって。 であの今、検証ハガキをですね、もう,もうちょっとやる気がないとか言ってる場合じゃなくてさ、もうちょっとやらなきゃ、あここ現物のハガキで、カルビー大収穫祭もう、もう始まってて、私これね、あの、自力で、クリエイトで見つけました。で、カルビー大収穫祭のはがきは、 実はですね、ここキャンペーン事務局の電話番号が書いてあるんだけど、キャンペーン事務局よりも、カルビーのお客様相談室に電話をかけた方が対応してくれます。キャンペーン事務局に電話をかけると、まあ、その時に対応する人が出るんだけど、ハガキが欲しいんです。 って言ったら、あの、ダウンロードできますんで、とか、ここを、Q、QR、カルビー大収穫祭って、あの、検索していただくと、そのホームページに行きまして、ホームページから応募ハガキをダウンロードできますので、ダウンロードしたハガキで応募してください。もしくは、し、あの、完成ハガキ、姿勢ハガキなどで、あの、この、応募要項を3つ書いていただいて、応募券を貼っていただければ、応募できますんで、って言われて終わり。 まあ、ちょいちょい、その、キャンペーン事務局、使用対応のキャンペーン事務局があるので、これも、あの、企業のお客様相談室だったら結構、あの、お客様相談室が企業が主催の検証だったら、企業の人がつながるんで、いいんだけど、キャンペーン事務局単体だと意外と、なんだこいつって思うような。 まあでも、忙しいんだよ。いろんな企業のがあるからさ。多分電話がブワーってあって、ね、この、650だったら650って書いて、カルビーって書いてあって、この電話出たら、はいキャ、カルビー、キャンペーン事務局です。とか言って、お隣はさ、青旗の、青旗キャンペーン事務局です。とか、というか、この電話のとか書いてあるんだよ。だから、多分ね、あの、めんどくさいんだよ、きっと。一個一個。で、でも、あの、カルビーと青旗全然違いますけどね。 あの、大きい、このもうカルビーの大収穫祭は、カルビー単体でキャンペーン事務局があって、もうこれ、かなりの膨大のね、あれなんで、この期間だけ、あの、でき、できる多分事務局だと思いますよ。なんとなく。で、いくらね、個人情報、こいつんところに、 当てさせんなよって言ったとしても、いくらそいつの住所と名前と電話番号が分かってて、殺したら、ね、よ、も、ま、う、あ、いっぱい当たってるんですけど、何あこいつに当てるんだとかって言っても、個人情報保護法があるので、事務局がそういうことをお答えしたりとかしないんでね。で、えー これ、で、の、まあ、カルビ大収穫祭の話をざっくりすると、これ、今、焦っても、まだ1ヶ月あるから、9月16日が第1回目締め切りなんで、え、できることは、まず、ハガキを探そう。頑張ろう。ハガキを。はハガキね、もうハガキがないからもう諦めるっていう人が、すごく多いんだけど、私はね、自分で動くっていう、自分から、あの、こう、検証を当てに行こうよっていうことを、やってほしいわけよ。 あの一番最初にねあの片栗子さんにね「ハガキがないんだよハガキを送れ」とかって言われたんだけどでも私がハガキを送ってあげるのは簡単なことなんだけどまず検証っていうのはそう自分からあのなんかこう当てにいかないといけないんでそのこの運を引き寄せるとかあの検証を見つけるとかそういう作業をしていかないとあの当整品がねあの のななていうのかなこうを得ることができない結構検証も彼みたいなところで楽してね手に入るもんじゃないんだよ。ちょろちょろっと応募して涼しい顔で、ね、こんなもん2ポイントで一発で当たりましたって言ったってそれ本当って言われたら突き詰めていったらそんな本当かどうか分かんないじゃん。それが検証なんだよ。だって主催者全然違うしさ大人の事情だってあるわけだしいろんなことがあるわけなんだから。 そんななんかあの、真実を言ってる人なんてね、そうそういないと思うよ。だって個人情報があるからさ、私でさえも、 私さ、私結構包み隠さず言ってるけど、オーバー書きこれです。今から出します。できないんだって。こう、住所と名前と電話番号書いて、それも聞いて、私のことが好きで聞いてる人に対してね、自分の住所とか名前とかね、言うのは全然いいんだけどさ、それ嫌いで取り付いてるやつもいるんでね。気持ち悪いんですよ。本当に。 で、結構、こう、YouTube やってる人で、検証な、なんかやってる人って普通におばちゃんなわけじゃん。普通の子供のいる一般のさ、おばちゃんなわけでしょああいう人たちが、検証のやってね、あの、まず、当選品をやってる、こう応募励き割れたとかっていうところで、自分の住所と名前となんとかが、もう、プルッとそこで出ただけで、ものすっごい、ダメージ食らうから、もうそこ、もん しして欲しいんですよこんなね、YouTube やろうが、ブログやろうが、何やろうが、本当に普通に外で働くよりも、全然こんな金になんかならないから。私は YouTube 以外収益とか貼ってないんで、やってないから、あの、なってないけど、こんなもんね、 本当にブログで本当にその日に当たった第1回目の当選品ですっていうのがやれたくて、第1回目のとファーっと、いや、あげただけでね、その、伝票がね、しつこく貼ってあるんだよ、2個も3個も。黒く塗りつぶしても、もう1個2個って貼ってある方の、2個ぐらいつぶしても3個目がね、うすら貼ってあったりとかして、そこで、あの、誤爆でバレたぐらいな感じでさ、取りつかれて、ものすごー ごくひどい目にあったんで、それを、な、なんかの、そう、収束するのに、かかる費用も、もうそれこそ20万とか、0は1個、全然違うよ、ね。何百万もかかったりとかするからね。はっきり言って、あなた1万円儲けるために、400万とか失えますかって。その、もう、すべてが、もう、もう、いいやってなってるから、私は、意外ともうそういう波とかにね。 あの、なんかこう、やられたとしても、<laughs> 乗り越える力があるから、結構もう、打たれて、これ以上弱ることはないと。もう、メンタルも病むよ。病んでも、もうもう、病んでる状態から、復活してる、たりとか、そういう、なんかこうね、病んだ経験があればね、結構、何でも、OK よ。 あの、普通に病んだことない人が病んだりとかすると、病みから抜けられなくなるかもしれないけど、病んだことがあればね、ああ、これ涙、ああ、今ちょっとあの、あの、ちょっと、やる気スイッチないわ、とか、ああ、今すっげえなんか、あの、やる気スイッチ入りまくってるわ、みたいな、なんかこう、バイオリズムみたいな感じで捉えることができるんで、なんだろうな、この向き合い方、自分の体調と自分のこの気持ちの、 ー上げ下げというかの、のりと、あとはうまく付き合っていけ,いけたりとかするんで、で、意外と私はポジティブ思考なんで、なんでもなんか悪いことを、悪いことが起こったとしても、それをいいことだと思うように、全然いいことじゃなくても、ポジティブに捉えることをすっごく意識してます。 そしたらね、そんなね、変なね、クソジジイにね、あのー、ちょっと車が邪魔とかして、怒鳴られたらね、いい気持ちなんかしないしね、ムカつくしね、本当にそれに関わるダメージとかね、あるよ。金だって、あのか、かかったりとか、ダメージとかあるよ。でも、でも、ここ、人生の天気じゃねとか、 あのー、こいつと関わりたくないか、こっちに行ったの、これが運命なんじゃないってあ、ここが人生の分岐点で、こっから、この負の、あの、縁を断ち切って、こっちの道に進んだことで、うわって、こうなんか人生が開けたり、次の縁に向かっていくんだとか、あ、どんな風に思ったかな、なんかが、もうとにかくね、生きてさえいれば、お金なんかがいくらかかって回収でき、 生もうあの時は生きていることだけでもあの今生きていることだけでも感謝してますって思って何百万とか失ったとしてもやられたことに関してその過去のことを全部消し,ゴムで消してね何もなくすることなんかはできないけどでも今生きていることに感謝ですよって。お金な 生きてさえいればいくらでも取り返しできるし取り返すことできるしほんならめ,めめしくめめしくあの追ったってしょうがないんだから生きるってことはその命ってお金で買えないんでねそっちの方がプライスレスですよって私は子供が独り立ちをして 自分でね、お金を稼いで生きていけるまでの間、子供をサポートしなきゃいけないわけだから、死ぬわけにいかないんだよ、そんな、なんか、あの、クソみたいなやつの、あの、クソババアのさ、なんか攻撃ぐらいで死ね。それ、ババアとかジジイとかね。あんなののさ、あれで、自分が落ち込んで、凹んで、うん とか言って言って、死ぬわけいかないんだよ。あんな奴らのために生きてるわけでもないけども、あんな奴らのために死ぬことなんかもっとできないんだよ、みたいな感じでさ。それで、で,でも、うるさいし、やかましいし、生活に支障が出るレベルだから、そこを、うん、お金で解決すれば、まあ、お金払ったとかじゃないよ。けど、あの、そこを、なんか誰かに任せるとかで、お金がかかったこととかに関しては、まあ、そりゃ、それでもしょうがないなと、 人生、そういう、なんか、あの、くだらないことに、ま、だから詐欺、その、冒頭に話したね、水の詐欺なんてね、もう自分が不安だったりとか、やったことないことに関しては、とにかく不安なんだよ。子供だって、産んだことない人からすると、不安だったりとかするんだよ。 妊娠出産して、で、子供がどうじゃないか、こうじゃないか、どうしたらいいんだろうかっていう、先のことがわからないことに関してすごい不安なんだけど、その不安につけ込んで、すげえなんか金をぼったくってるやつとかいるんだよ。で、あのー、そういうのにも、まあまあ騙されつつもあ、なんとか生きてるから、 まあ、いいんじゃねみたいな。全く、騙されたことすらなければ、その、騙された人の痛みもわかんないし、お <laughs> <laughs>、じゃ、じゃ、じ騙すんですかって言って、いや、騙す。ここにはなりたくないから別に、<laughs> いいんだけど、それ、騙されてもさ、それを乗り越えられるさ、稼げばなんとかなんじゃって、なんとかしてなんかこう、あのー、大金持ちにならないにしても、そ そのギリギリカスカスでもそれを乗り越えていくだけのさ、あれな、なんとかになればいいじゃんみたいな。そういう感じですよ。本当になんかね、あの、子供を育てるとかあれとかもね、もういろんなタイミング、容赦容赦の弱い時に、変なやつにつけ込まれるから、本当注意が必要ですよ。婚活してる人だったら婚活でね、なんかいいように言ってくる詐欺が、 詐欺野郎がいたりとかさ、筒持たせがいたりとかさ、してで、結婚してさ、また、あの、いろんな苦労があって、で、妊活とかってあれば、また妊活においての詐欺とかあったりとかさ、男の子が、男の子ばっかり産んでる親からすると、女の子が欲しいお母さんとかに対して、産み分けがどっちゃだとか言ってくるさ、ちょっと詐欺みたいなやつもいたりとか、で女ばっかり産まれる、 でさ、男の子が欲しい人に対してはさ、これをあれすれば、男が生まれるとかっていう変な海分けみたいなやつをさ、言ってきたりとかすんだよしかもなんか皇室を絡めてね、キ子様はこのようにして海分けをして男が生まれたって、とかさ、この方式でなん,なんちゃらゼリーを食うと、このゼリーを食うといや、そんなのさ、ないからマジに、そんなのがね、本当にね、できたらね、こう、あの、 ないから。で、あとだけどさ、その、ちょっと健康に。 なんとなく、こう、親がさ、弱ってるとかってなってくると、まあ自分も遺伝で、そうなってくるのかなと思った時変な健康食品みたいなやつ。なんか、そこれはトランプ大統領のこの写真のここに映ってる、これがこれですとか言ってさ、それを買わせる変なサプリメントみたいなやつ。これはなんとかな、とか誰といるが全然飲んでいるサプリメントとかさ、ちょっとなんかの写真の一枚のってこれはなんとかさ、愛用しているとか、ちょっと著名な人のさ、あれで。 確に映ってるこれが、とか、奇跡の一枚みたいなやつ出してきてくれよとか言って、ちょっと健康に不安があるなって人にはそうやって、で、ね子供が欲しいなって人にはそうやって、子供が生まれてからの人にはじゃあ、あの子供母乳で育てた方がいいですよ。じゃ母乳のとかしてやって、ね、いるんだって、マジに。いや、でも私、なんだかんだちゃんと、えー、子供をね、なんだかんだで、あの、 ちゃんと自然に、普通にだよ。あの、普通の自然分娩で子供を産んで、ちゃんと3000グラムオーバーぐらいかな3。あれもね、おビッグすぎてもダメだし、ちっちゃすぎてもダメだし、許容のね、なんかあのグラムっていうのがね、2700から3200までとかね。 まあ、そういうのが普通とかで。あれ、結構予防接種の時、3歳ぐらいまで予防接種とか結構多いから、欠かされるたびにね、本当になんか低王石界で産んだ人って苦痛らしいですよ。異常分娩って欠かされるから。いや、低王ってか欄があればいいんだけど、あのー、し、 通常文娩異常、異常みたいなところに丸付けなきゃいけないから、あれ結構苦痛だって言ってて、私は自然文娩で何千何百何十何とか言って、こうなってきて、それで子供の名前書くとき、どうしてもその、子供の名前を書くところで自分の名前書いちゃうっていうさ、ミスは犯してしまうんだけど、まあ、予防接種のためにそれをね、書かされるんだよ。ほんとまじに。 もうね、本当大変だよ。あと子、子供のを母乳で育てた方が免疫力がついて子供が風邪ひかない、強い子供になるとかさ、それ信じるか信じないか。で、母乳で育てるメリットとデメリットっていうのがあって、乳腺を開かなきゃいけないから、母乳で育てたら、もう自分の乳首がさ、もうけ、ど、どす黒くさこう、バーって開くわけよ。 ねあれを、自分のさ、体型をちゃんとさ、その若い、こう、可愛い,いさ、あれに、のままで行きたかった母乳なんかあげないでミルクでって言って、育てる人もいるし、子供の一生、その健康のためだったらって言って、もう母乳のマッサージまで行って、あの、通ってでも母乳で育てるって頑張る人もいたりとか、そういう時に、意外と、その、 オーガニックとか、無農薬とか、無効期、無効期、あの、何,何も、こう、ほったらかし農法っていうのかな。肥料とかも与えないで、もう最低限の極限の状態で育てた野菜とかね。あとは、その、まあ、自撮りとかさ、あの、食べ物とかこだわらないと子供に栄養素を 与えられないからっていうのそこら辺でなんかこう,こうそういうさオーガニックとかそういうのを自分が食べて子供に母乳でとかっていうそういう健康意識でそこら辺でハマったりとかもねしたりとかするんだよでそれができるかできないかっていうのもやっぱりその自分の 稼ぎ。旦那の稼ぎ。子育て中は自分の稼ぎっていうのは、ほぼ働けなくなるんで、旦那の稼ぎ。それ、ハイパー、ハイスペックエリートと結婚しなきゃって。いや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 。それの前にさ、貯金しとけよ、みたいな。はっきり言って。ラフォー様アラォー様。 はい。アラフォー様、40ぐらいまで結婚しないんだったら、その間ね、22歳から、まあ、まあ、大卒だとして22歳から、アラフォーまでの18年間、あなたたちはお金を貯めてこなかったんですか年間100万貯めていれば、あの、1800万持っているっていう預貯金がね、計算になるじゃないですか、アラフォー様って。1800万ぐらい持って、結婚すれば、 えー、そんなね、あの、3年、4年働かなくても、あの、そこで自分の貯金を切り崩せばいいだけの問題じゃないですかと。えー、あの、給料満額。まあ、その、そのアラフォー様の給料もね、れ知れてるってる知れてるけど、まあ、一般的に、やっぱり年間100万ぐらい貯金してほしいかな。まあ、ちょっと100万きついかもしれないけど、まあまあ、5万円ぐらいは貯金しようまあ、100万貯金するために8万、 延長貯金しなきゃいけないんだけど。まあ、ちょっと、それをちょっと妥協して5万円ね。あの、うん。まあ、でも、一人暮らしで、家賃とか全部払っちゃったら、そこまでいけないね。いや、でも5 5、ね、5万は貯金して五5万はね、五万は貯金して、え、あの、ちょっと、ちょっと、その、利息が増えるくらいの感じのことをやれば、まあまあ、結婚するまでに、あら、ーだったらもう1000万ぐらいの時に持って、結婚しなかったら、それも年取ってる分、 そう20代で結婚する人よりも、いろんなことでお金かかったりとか,か、自分の体のダメージがあったりとか、いろいろその分、あの、お金で解決しなきゃいけないことって出てくるんだから、そういうのもちょっと、ね、やらないでさ、ただ、おんぶにラッコでハイスペックエリートって言っても、自分の顔に全部それがメンテナンスで、やったとしても、やっぱり体の中身が、 男は本能なんで、やっぱすんごい綺麗な40の人と、見た目普通の25歳の人だったら、25の方を選ぶんだって。しょうがない。うん。あの、機能がね、機能はね、全然ね。それはもちろん結婚して、一緒にその25歳の子がね、結婚して、こう、 いろいろ頑張って、その15年後、40歳になった時に綺麗だったら、それはもう、あの、褒められたもんさ、みたいな。うん、でも、もう、結構、お金かけないとめをよ。食べ物とかもしっかりなんかこう、したものを食べていかないと、やっぱりなんかこう、うん、体からに臭い匂いが出てきたりとか、皮膚とかもやっぱり細胞なんでね、食べ物大事ですよ。カップ麺ばっか食ってて、肌がツルツルで、 綺麗で、シャキシャキしてっていう感じにはならないから、やっぱり食べ物は重要かなと思うわけです。で、このじゃがいもの、ああ、私、これは、これは、まず、だからキャンペーン事務局にですね、電話をかけるんではなく、カルビにお客様相談室に電話をかける。で、自分のよく行くスーパーを3つぐらい行って、ハガキを設置してください。 って頼むと、あの、設置してくれますんで。じゃあ、カルビーのお客様相談室ってめっちゃ優秀なんで、このお盆の期間でもですね、えー、昨日電話をいただきまして、設置してくださることが決定しましたと。えー、日曜日に、えー、転着になるんだけれども、できれば翌日以降に行って、あの、その応募はがきをゲットしてくださいって言われました。えー、自分の近くの、えー、家のスーパーですね、3つぐらい言いまして、 うん、まあ、時間がね、経てば、もうほんと、く、8、これから9月になってきたら、第1回目締め切りまでには、いろんなスーパーで見かけると思います。もう、9月の中ぐらいになってきたりとか、10月ぐらいになってくると、くっそいっぱい余っていっぱい、 ある。もう、山崎のキャンペーンだって、最初はね、見かけなかったんだけど、今なんか、もう、締め切りが22日とかでは、もう、あと、ちょっとしか締め切りがない中で、もう、大量に置いてあるもん。うん。なんか、その、まあ、ケーマンがいるかいないかっていうのもあるけどね、そこの地区に、その、これをゲットしてもさ、全部さ、塊でさ、 持ってっちゃう人いるからね。メルカリとかでさ、30枚セットでこう売ってる人とかいるでしょマジやめてほしいんだよ。30枚とか持っていかれちゃったらさ、これ多分50の束で来て吊るして、で、ストックが何枚来るかわかんないけど、それを吊るして、その軒並み全部さ、も、吊るしたまんま持ってっちゃって、で、メルカリでハガキ売ります、みたいな感じでさ、売られちゃうと、なぁ、もう憤りを感じるよね。やっぱ、 30枚売りとかしてる人は、ま、あ本当やめてほしいなって。その30枚でさ、あなたが、その、こんなの、ま、10枚で売れないから30って書いてあるんでしょうけど、ちょっとマジにちょっとやめてほしいなって。だから一生懸命私はこういうね、ハガキを入手するためにどうしたらいいかっていうのを、こう YouTube で言ってるわけですよ。キャンペーン事務局で招待対応されて嫌な思いしてるの。なかなか電話するのってね、嫌なんだよ。あのー、 気の弱い方からするとでもさ、でもさ、もうさ、あのー、ここ、そんなことで気が弱いなんて言ってたら、運なんてね、引き寄せられないよ。なので、運を引き寄せてる人は、自分から掴みに行ってんだよ。こんなフリーダイヤル書いてあるんだったら、ここ電話かけて、ね、で、ここで塩対応されたら、じゃあ、お客様相談室に連絡して、 でも別にここが最高に感じ悪かったっていうのを作るためじゃなくて、次行ってみよう。あ、これダメだったら次行ってみよう。こっちダメだったらこっち行ってみようって、どんどん発想変えていかないと。キャンペーン準備がクソだったら、もう次、お客様相談して行ってみよう。お客様相談者クソだったら自分のところのお店のサービスカウンターに行ってみよう。サービスカウンターダメだったら、その、スーパーの本社のところに行ってみようとかさ、そうやって、あの、 自分で何とかするっていうことをね、あの身につけていただきたいかなと。まあ、ウェブ応募とかもメリットとデメリットとかがあって、ウェブ応募は切って代がかからなくて、え、住所とか、えー、こんなところで住所ね、かけって言われたってさ、この、これで住みゃいいよ。ここなんで来ないのなんとか券とか。なんとか券なんてこんなもは空き場いらないじゃんねん あの、空欄いらないじゃんね。古うなんとかしってさ、なんとかし、なんとか空まであって、うち、横浜市なんとか空だからさ、あと、名古屋も、名古屋も、名古屋市なんとか空なわけよ。で、ここでこう、完結するか、でも、マンション名まで書いてくださいでマンション名書けるかよ、これ。くっそ長いんだよ、とかっていうさ、家のマンション名がくっそ長いこのマンションだから、もうけ、ケイマの人はね、なるべくくっそ長いマンション名。 は、避けた方がいいですよ。でも、クソないマンソン名でも、あの、郵便局の人とか、配達の方と、密な、中密なね、関係を築けば、もうここ、省略できんねもう。なんとか、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 とか、ってやつは、うん、あの、その、もうその、名称のさ、略称みたいな感じでさ、あの、これだって、 でもクソ長いさ駅が駅の名前がさ長かったらさそんな全部簡単にさそんなじゃないじゃんかけってさ言う割にはさ短すぎんだよここの欄がもっとでっかくしてくれよ んこ,これはね、結構ね、リクエストはしてるんだけど、全然願いは叶ってないね。毎年ここが短すぎるんだよ。マンション名まで書けっていう。この余計な一言書いてあるがためにさ、書く欄も狭くなるわさ、大変なんだよ、これもうなんとかしてよって。ここ、まあ、ね、ここの、さ、何が必要じゃないって言ったら、ここのさ、注意書きとか、で、ここの、 ねえ、これな必要ないかな。カルビーの場合は、これがマックスかな。一行ちょっとなくしてさ、一、えー、行なくす、あどこが必要じゃないかな。こジャガイモダイアリーがいらねえかな。ジャガイモダイアリーこっちに持ってって、その部分をこの一行のところを、住所欄の一行に、こう、充当してくれよっていう、そういうさ、意見とかさ、 うんなんか、意見する場所があったらね、書いたりとかするんで、ウェブオーブとかだと、この商品についてどう思いますかとか、次に欲しい商品どうですかとか、なんかこう、意見書けるとこあるんで、意見書けるところにはね、この、果敢に意見を言ったりとか書いたりとかしますけどね、電、う、話、ん、かけてまで意見は言わない。で、えー、これも、サントリージャンもね、これはちょっと、あの、 ね、凹んだサントリージャンボなんだけど、こういうところもね、最近ポイントカード番号っていうのをね、こう求めてくる。も、ま、う、あ、この、ね、あのー、なんでもメリットとデメリットっていうのがあって、こう、ベルクポイントカード番号ってなってくると、うっぜーって思うじゃん。うっぜーって思うけど、昨今ね、ほんとメルカリとかヤフオクとかでレシートを売ってるやつがいるんだよ。そういうやつの、 対策で、やっぱりカード番号をね、こう入力させるっていうことね、ちょっとしていかないと、なーっていう事情もてあると思うんですね。相、うん、鉄ローゼンみたいに最初からもう相鉄ゼンのウェルカムカード会員さんも限定って言って、あそこはもう本当にカードを持たせたがるところだからね。でもカード発行に手数料か、100円とか取られたかな かかんなかったような気がするんで、ね、もうこう、ベルクカードなんて、その、なんだろう、まあ、個人情報をしっかりバッチリ、こう、なんていうのかな、クレジットカードと違うんで、身分証明を出して使わないんで、まあ、できればですよ、あの、入居店、家があるんだったら、まあ、2個カード作って、こっちたちってやっとかないと、1個しかなかったら、もうその、1個のベルクカードの登録のところしか、 応募できなくなっちゃうんでね。ちょっと可能性がね、狭まっちゃうかな、みたいな。まあ、でも、あのー、何ていうのかな。複数、こう、タワーにするやつを防止するためにも、この人、ね、アクションがあ,あるがために、っていうさ、感じ。まずそういうさ、あのー、レシートを売るやつとかを牽制する意味で。あとはなんかあの、一つの検証で複数は、 当ててタワーにするやつを牽制する意味。まあ、キャンペーンとしては、できれば一人の人にタワーにされたくないよ。同じ検証を3つも4つも当ててさ、うわーって自慢するやつよりも、幅広い人に、あの、当てて成功体験を作ってもらって、自分のとこの自社商品の PR につなげたいって思ってるわけだから、だからこういうのをね、あの、癖のあることをやってくるわけよ。もう、はぁ。 で、私なんかからすると、じゃあもうベルク、ベルクカードってね、もう最近さ、スマホと連動してるんで、そんなに複数持って複数っていうのが、ね、なかなかね、ともうやっぱ、まあそれでも私はスマホ何台も持ってるんで、別にあの、カード3つ持ってスマホ3台。まあクリエイト SD カードなんていうのは、クリエイト,エイトっていう神奈川県のね、薬局があるんですけど、あそこの、あの、クリエイトの ハードのために私は携帯を常に持ち歩くのは大体3台が限界なんだよ。こうやってこうやって持つの握力と重さとで限界なのが3台なんですね。まあ3台あれば大体あの充電器なくてもまあ充電器代わりに iPhone 11以降の機種だったら割とずっとこう使ってたとしても割と持つ感じなんで3台やればっていう感じ はあるんだけど、3台分全部カードの名前と住所と、か、住所書いてないかな。名前、まさゆきとかさ <laughs>、またさゆきか。まさゆき、稽古、自分の名前ってこう3、3個持ってて、3個スマホだったりとかして、あとライフとかは、あの、家族カードがあるんで、あのー、なんだろライフのカードとか、 イナーギアは自分のカードしかないかな。スーパーで。だいたい、あの、そのスーパーが発行してるカードとか持ってる人多いと思うんで、まあ、2個はま、で、登録でこう分けて使えるよね、みたいな。で、ヤオコも、うーん、携帯が3台あったら、3台とも名前変えて、 登録してるんですよ。でも、いつも使う、なんかね、なんかしんないけどね、一台のスマホだけはね、常になんかヤオコーの店内でね、全然なんかあの、<laughs> 起動、起動しないっていうかなんかあの、なんだろう、あの、ウェブに繋がらないうーん、なんて言うのかなぁ、なんでこれあの、ヤフーとか、ポイントカードとかこうやってなんか動作しねえんだよ、みたいな。あの、Wi-Fi に接続、Wi-Fi? 店内 Wi-Fi じゃなくて、なんだろう、モバイルデータ、データ通信が、なんか、全然いかないんだよ。一台のスマホは。だからそっちの、だからプロフィールの方で全然応募できなくて、あの、こっちのスマホで、この、このスマホじゃなきゃダメだからっていうので、そのポイントカードと連動してるやつだけが、なんかこう、 で、で、か、買い物のこう、履歴がこう、つくみたいな。ベルクも、そんな感じで、私が行くベルクって、なんかちょっと地下みたいな感じなんだよね。あの、町田の店って。だからなんか Wi-Fi が繋がんないんだがで、今までベルクってそこまでカードの番号って、 壊れてなかったようないやでも、まずベルクでの成功体験、ヤオコベルクとかベルクとかで成功体験がないから、あんまり。だから多分、そこら辺をなんかこう考えていかなきゃダメなのかなって。ちょっとね、いろいろ当たらないんだったら、なんで当たらないかを考えて。<laughs> なんて、な,なん、な、この姿勢をですね、ぜひ皆さん、あの、簡単に、スコーンじゃないんだよ。一応戦略を立ててるんで、自分なりの戦略で考えて、あ今回こう攻めていって、玉砕したから次こっちでこうやって攻めてみようって。これはね、あの、お金だけバン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 かけて、あの、攻められれば、それはいいんでしょうけども、少人数家族なんで、そ 物なんかいらないらし <laughs>、ね、あのまあでもサントリードリンクジャンボはね、一本だけ買えばいいんで、あの、ドリンク一本だけ買って、あと自由に買い物した一個でね、応募できるから、まあまあいいんだけどさ、まあドリンクだって千円分ぐらいだったら、 ああ、湯水のごとく。それこそミネラルウォーターをね、南アルプスの天然水にすりゃいいやんって。あの、この、確かに便利ですよ。このウォーターサーバーをね、南アルプスの天然水にすりゃいいやんって。でもね、でもね、多分ね、ウォーターサーバーの人ってね、車持ってない人は水もかかるの多分すげえ大変だと思う。あと子供がち ちゃゃくてチャリで行かななききいいいけない人水物きついと思うわ私はもう喉元を超えたからさもう買い物とかも自由にこう解き放っていけるようになったからいいんですがちょっと電話がかかってきたんで本日はご視聴ありがとうございました